トヨタブースへお越しいただきありがとうございます。ちょっと本日マイクを使えないもんですからお聞き苦しい点があるかと思いますがご了承ください。それでは、先日発表しました生活支援ロボット HSR をご紹介いたします。はい、こちらが生活支援ロボット HSR です。なお HSR というのはヒューマンサポートロボットの略称でございます。まずトヨタにおけるパートナーロボットの取り組みをご説明いたします。トヨタでは4つの領域にてロボット開発を進めています。今回ご紹介しますこの HSR は一番上の生活支援の領域のロボットであります。一口に生活支援と言いましてもそのサービスは様々です。そこで私たちは普段の生活にて困りごとが多い手足の不自由な方のサポートを実現するために開発をスタートしました。開発のポイントです。一体どうやったら手足の不自由な方に満足いくサービスをお届けすることができるのかということを考えました。そこで着目したのが実際に障害者へのサポートを行っている介助犬です。私たちは日本介助犬協会様にご協力いただき実際に介助犬を使っている方それから介助犬を検討されている方にヒアリングを行いました。そしてどのようなサービスを行えばいいかということを検討した結果介助犬の代表的な機能であります物を拾う物を持ってくるという物を扱う機能それからそれに加えまして家族やヘルパーとのコミュニケーション機能こういったものを開発することに決めました。こちらは HSR の利用シーンです。まず左手、家庭内におきましては、体のご不自由な方が、ご自身で HSR を操作して、自立的な、生活を行っていくための支援をするといったものが、利用シーンの一つ。それから二つ目は、右手にあります外出先、もしくは遠く離れた場所で、ご家族の方が HSR を遠隔操縦して家の中にいる体が動けない人を助けるというような利用シーンを想定しています。この HSR のようなロボットと一緒に暮らす生活を実現する上で重要なのは3つのポイントだと考えています。1つ目は小型軽量、2つ目は安全安心、そして3つ目が簡単操作です。まず小型軽量です。私たちはこの小型軽量ということを最も重点を置いて取り組みました。家庭内で邪魔にならない大きさ扱いやすさにする必要があります。それでいて小型軽量でありながら実用的な作業力を両立させる必要があります。ですのでこのようにボディの上下機構ですとか折りたたみ型のアーム機構を採用いたしました。次に安全安心です。人とロボットが共存するための安全性の確保は、大変重要なものです。そこで私たちはロボットと人とが触れることを前提にした安心設計を、行いました。また移動の際には障害物を発見して、避けて移動することができます。そして3つ目として簡単操作です。誰もが直感的に簡単に操作できるように市販のタブレット端末を使って操作できるということを実現しました。それでは実際のデモンストレーションをご覧いただきながら HSR の基本機能をご紹介いたします。現在 HSR には3つの基本機能があります。まず1つ目は物を拾うという機能です。この機能では例えばベッド脇に物を落としてしまったという場合に家の中にいる人が、そのタブレットを使って簡単に物を指し示すことで HSR に物を拾わせるという機能です。例として、このようなリモコンをベッド脇に落としてしまったというシーンをご覧ください。皆様あちらのモニター画面をご覧ください。あちらのモニター画面には今ここでベッドに横たわっている人が持っているタブレットの映像がこのように映っています。まず物を拾う機能はメニューの一番左側を選びます。ここに映っているのは今 HSR が見ている画面です。物を拾うためには拾いたい物を画面の中央に映し出す必要があります。そのためにまず画面の右側の足のアイコンをタップして、ロボットをその場で回転させます。はい、これで大体物の方を向きました。そして今度はロボットの視線を物の方に合わせます。頭のアイコンをタップして
見たい位置をタップするだけで、そちらに、HSR が視線を向けてくれます。大体これで画面中央に来ましたので、今度は手のアイコンをタップします。そして拾いたいものをタップして、掴むを選択します。すると HSR が物を拾うために動き出します。まず HSR は、物に腕が届く位置まで、自動で移動します。そして頭についているセンサーで物の形状をその場で取得して、どのように腕を動かせばいいかということをその場で考えた上で腕を動かします。はい、今リモコンを拾いました。この後は、画面左側に撮ったものというアイコンが表示されますので、これをタップして渡してを押します。するとベッド脇まで渡してくれます。HSR は内部に地図を持っていまして、ベッドがどこにあるかということを記憶しています。ですのでこのようにベッド脇に届けてくれるということができます。受け取るときは物に少し力を加えるとハンドを離してくれます。なお落としたものがこのような薄いものでも拾うことができます。HSR のハンドの先には吸盤がついていて、その吸盤を利用して拾うことができるんです。では先ほどと同じように、まず拾いたいものを画面の中央に映し出します。はい、だいたい中央付近に映りました。そして手のアイコンをタップして拾いたいものをタップ、そして今度は吸引するを選択します。すると吸引をするために HSR が動き出します。まず腕の届く範囲にまで移動して、それから腕の動かし方を考えます。このように吸引機能を使えば薄いものでも拾うことができます。でこの後先ほどと同じで取ったものをタップして渡してを選択します。するとベッド脇まで届けてくれます。はい、少し力を加えると離してくれます。これが物を拾う機能になります。基本機能の2つ目は物を取ってくるという機能です。これはあらかじめ用意しておいた箱の中に、取ってきてほしいものをいくつか入れておいて、その箱を取ってきてもらうという機能です。皆様あちらの棚をご覧ください。棚にはマーカーが貼ってあります。そして棚の中に入っている箱にもマーカーが入っています。 HSR の頭にはステレオカメラがついていて、そのステレオカメラを利用して、マーカーを認識します。そうすることで、そのものが何であるかですとか、そのものがどこにあるのかという場所まで推定することができます。それでは実際に物を取ってきてみましょう。まずメニュー画面から真ん中の取ってくるを選択します。ここには物のリストが表示されています。例えばお財布であったり、お薬であったり、タオルであったり、この中で取ってきてほしいものを選択します。ではここではタオルを選択してみましょう。そして家具を選択して、今棚の右の棚となっていますから、そのまま取ってくるを押します。そうするとタオルを取るために HSR が動き出します。まずタオルが入った棚の手前付近まで移動します。そして棚の正確な位置を確認した後、棚に近づきます。そしてタオルが入った箱がどれかを探しています。箱が見つかると箱の位置を計算して、どういうふうに腕を動かせばいいかということをその場で考えます。そして腕を動かして箱を取ります。はい、タオルが入った箱を取りました。この後はベッド脇まで届けてくれます。なお現在棚や箱の認識にはマーカーを使っていますが、マーカーを使わないような技術の開発も進めております。少し力を加えると離してくれます。
タオルが入っています。なおこの物を取ってくる機能にはもう一つ別の指示方法があります。それは音声による指示です。では音声による指示で本を取ってきてみましょう。ロボちゃん本取ってきて。はい、本を取ってきてほしいというリクエストが HSR に伝わりました。まず本が入っている箱のある棚の手前付近まで移動します。そして棚の正確な位置を確認して棚に近づきます。さらに本が入った箱を探します。箱が見つかると腕の動かし方をその場で考えます。なお HSR の頭には遠心センサーがついています。ですのでこのように道を塞いだとしても見つからないように避けて移動することができます。本が入った箱を届けてくれました。どうぞ受け取ってください。はい、箱の中には本が入っています。これが物を取ってくる機能です。3つ目は操縦機能になります。これまでご紹介した2つの機能では家の中にいる人がご自身でロボットを操作して何か仕事をさせてました。ですがこの機能では遠く離れた場所にいる人がタブレットを操作してロボット HSR を操縦するということを想定しています。ですので一旦このこちらのタブレット電源はオフにします。あちらのモニター画面ご覧ください。あちらのモニター画面には遠隔地にいる人が操作しているタブレットの画面が映っています。そして皆様 HSR の頭部をご覧ください。こちらのタブレットには遠隔地で操縦している人の顔が映っています。このようにお互い画像を見ながら双方向のコミュニケーションをとって遠く離れた場所にいる人が家の中にいる人をサポートするということを想定しています。それでは操縦機能の一例としてカーテンを開けるというシーンをご覧ください。原田さん、カーテン開けて。いいですよ。離れた場所にいる人が今、HSR が見ている画像を頼りに、カーテンを開けるためにロボットを操縦しています。なおこの操縦用の HMI はできるだけ操作が簡単になるような工夫がされています。例えばカーテンを開けるという動作を、細かいステップに分けておく。でその細かいステップというのはカーテンを開けやすいのような腕の姿勢に変化するというようなことを、ボタン一つでできるようになっています。それを順に並べておくことで、できるだけ簡単に、このようなロボットを操縦することができるように工夫しています。さあ今カーテンをつかみました。はい、カーテンが開きました。このように操縦機能を使うと自立ではまだまだ難しいようなことでも HSR に行わせることができるので支援の幅が広がるのではないかと考えています。以上が HSR の3つの基本機能になります。私たちはこの HSR を使ってロボットと暮らす生活の実現に向けた実証実験をすでに開始しました。画面左手そして真ん中の動画は筋ジストロフィーで指先しか動かせない人がジョイスティックを使ってご自身で HSR を動かしているところです。ご自身でカーテンの開け閉めを行う、また冷蔵庫からペットボトルを取ってくるということを実施されました。また画面右手の動画をご覧ください。交通事故で頚椎損傷になられた方がタブレット端末を使って落ちたものを拾うというような実験を行いました。これらの実験は横浜市総合リハビリテーションセンター様ご協力のもと行いました。それでは今後の展開です。今 HSR にできることはまだまだ基本的なものです。ですので多くのユーザーの皆様、研究機関の皆様、それから医療介護関係者の皆様とともに、開発を進めていきたいと考えています。
それでは、今ご、こちらに来られている方の中にこれから2名の方に実際に操作の体験をしていただきたいと思います。どなたかご希望の方いらっしゃいますでしょうか。あ、じゃあお願いします。